問題になっている6名の先生方の任命をしないと、拒否するということを政府として意思決定している決裁文書というのは存在するのでしょうか私あの、99名について、えー、任命をしたということです政府として意思決定するのかしないのかって、非常に大事なことなので、あのそれを聞いてるんです。 99名を任命した旨の決裁文書はありますこの問題を解決できるのは総理しかいないので、これね、あの突っ張っても違法状態が続くだけなんですよ。総理大臣としての責任をあ果たしていないということになるんですよ。なぜなら210名の会員を組織させるのは、総理大臣の責任だから、最終的に。 改革しなきゃいけないんだとおっしゃるのであれば、6人を任命した後、正式な会議体を作って、議論してねと、そして会員の推薦のあり方等を含めて、ちゃんとしてねと、これまでと同じやり方をやっていくということが、信頼を受ける、国民に信頼される政治ではないかというふうに思います。 総理とししてて決断してください結果として、えー、理論的には川中委員の言うとおりだというふうに私は思っていますじゃあ、改めてもう一度あの、日本学術会議が6名の先生方の推薦をお総理に挙げてきたら、そのときはあ考えるということでよろしいですね全体の内容を見て判断することになると思います。<laughs> ぜひですね、国民にきちんと説明できることをする、6人の任命しないということに関して、説明できないのであれば、任命をした上えで、組織の在り方については議論するという順番をですね、あのしっかりとおとりになられることが、国民からの信頼を受けられる道ではないかということを申し上げておきたいというふうに思います。